レオポルト2世は、リッペ公国の君主。1802年に即位した後、1820年まで、母のクリスティーネ・ビルヘルミー・ネフォン、アンハルトベルンブルクが摂政を務めた。リッペ公、レオポルト1世とクリスティーネ・ビルヘルミー・ネフォン、アンハルトベルンブルクの長男として、デトモルトで生まれた。1802年11月5日に、父が死去すると、わずか6歳で、 立憲公に即位した。そのため、母が1820年7月3日まで摂政を務めた。レオポルト2世の母は1819年に憲法を発布した。憲法に基づき議会が成立したが、この議会は当時のドイツにおける他の議会と比べて行政権が大きかった。1825年、宮廷劇場を建設した。 この劇場では1826年から1833年までアルベルトロルツィング・トルートビヒ・デブリエントが雇われて演出した。晩年には1848年革命が勃発した。1851年にデトモルトで死去した後、長男のレオポルト三世が後を継いだ。1820年4月23日、アルンシュタットでエミリエフォン。 シュバルツ・ゾンダースハウゼンと結婚した。二人は六男三女を設けた。ありがとうございます。